かのラジオ。こんにちは、こんばんは。いいかのラジオです。珍しくロケです。今日はね、これ聞こえてんの？私のこの声オンに乗ってんのかな。うちの母がですね、ずっと前から夢であったキッチンカーカフェをオープンするということで、どんな感じか見に来ました。どこにいんだろう。いろんなのがあるよ。いろんなのがありますよ。こんな感じ。じゃーん。おーい、卵とか売ってるね。へえ。わ、私の好きなおにぎりやん。新米だって、買って帰ろうかな。たこ焼き、綿菓子。もうこれぐらいでいいか。いいかって言って。どこだ。すごいね。あった、あれだ、見つけた。これ普通ロケってあれだよね、ぐるっと回ってあげた方がいいんだよね。じゃあ回ろう。いた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 、かわいいかわいい。小林さん、おはよう。こんにちは。いらっしゃいませ。すごいじゃん、やってるじゃん。すごい。これがうちの母がやっているキッチンカーです。美容カフェ、ティーだ、ティーポスター。いいから。はい。え、小林さん何してんの？え、かわいい、カップピンクじゃん。へえ。じゃあこちらにサッチお願いします。すっごいハイテクや。小林さんジュース買ってる。ああ、そうなの。小林さん太客だよ、もうジュース2杯目だよ。え、そんな、ふさふさすごいんだけど。え、ふさふさすごいんだけど。よろしいよ、です、うち。いいなー。私さ、さっきからさ、めっちゃちっちゃい声喋ってんだけどさ、これ入ってるか、謎だなと思って。やっぱチで撮ってあげる。音が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 。ありがとう。え、ここで、ゆいかのラジオ途中ですが、悲しいお知らせです。こっちで撮るからと言ったとこまでご覧いただきましたね。その後なんですが、音が一切取れておりませんでしたね。りなちゃん、なんでそういうこと言うの。なんでじゃないでしょ、撮んないでよ。あんなにさ、張り切ってさ、モフモフがついたさ、カメラ持ってきてくれてさ、あ、大丈夫大丈夫って言ったのに。本当にごめんなさい。本当にすいませんでした。おいこら、おいこら。悲しい。私たちの夕食を作りながら、りなちゃんが謝罪をしてくれました。ごめんなさい。ティーナの身代わり。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。謝れない派。謝れない派。せっかくなので、ここからは新バージョンということで、副音声でお楽しみください。どうぞ。どうぞ、どうぞ。何その。ここからは残念ながらちょっと音声ないんですけれども、今私は、エッグワッフルこれ買ってるところですね。紅茶をゲットしてます。紙パックでね、紅茶を売ってるんです。環境に。プラスチックをね、使わないようにしたんだよね。そうそう、環境に配慮して、プラスチックではなく、ウカフェのパクリ。あ、そうなんだ。母の今何ですかって話すると、喫茶店好きかなって言って、喫茶店好きは言ってたんですけど、喫茶店やりたいまでは言わなくって。でもね、10年、15年ぐらいしたら、ある日ちっちゃい声で、カフェやってみたいって言って、それから半年後に、キッチンカーやるわって言った半年後に本当にキッチンカーオープンしたっていうのが、今年なんですよ。ほんとびっくり。あ、一緒に歩いてますね、エルサちゃんと。はい。嬉しそう。場所を移動しまして、落ち着くを見つけて、リーナと二人でお茶をするとこです。あ、そう、買ってきたエッグワッフルを早速ここで食べます。
これね、今見せたのね、ロゴなんですけど、ティーダティの6歳の甥っ子小林さんがね、描いたものをスタンプにして押してます。うまい、おいしいって言ってる。なんか喋ってんな。おいしいよね、なんとかだね。なんか喋ってんな。何喋ってんだろう、全然思い出せない。意外に思い出せないもんだね。随分前のことだもんね。うん、めっちゃ喋って、私たちってさ、すごい楽しそうに喋ってんだね。うめえって言ってると思う。私はうめえって言って、で、リーナこれ外れた時、私前髪大丈夫、前髪ぺっちゃんこじゃん。あ、そうだそうだ、帽子かぶればよかったかな。そう、前髪気にしてるとなんか若いね。どういうこと？若者って前髪気にしない？あ、若者前髪気にしない。いやさ、若者ってカーラーついたまま生きてるじゃん。嘘でしょ。カップルで、なんで彼がいて、彼女が前髪カーラーついたままデート来てんの。えぇ、ゆうちゃん前髪カーラーしてないよ。あ、でも昔ちょっと前してた。でも長いもんね、基本。いや、長い前髪をあのふわりと立ち上げたくてカーラーしてた。そうなんだ、それで前髪立つんだ。前髪立つよ。中学生の時とかさ、前髪気にしてさ、ずっと触ってたよね。そう、ほんと1日前髪気にして終わってたよね。ほんで、なんでだろう、前髪気にしてさ、泣いたりしてた私。前髪が気に入らなすぎて、今日前髪気に入らないみたいななって、泣いた、中学2年生。私はさ、やっぱりさ、夫婦 YouTube やってほしいんだけど。カズくんが絶対やる。なんで？夫婦 YouTube やったら楽じゃんね。どっちも共有できてるし、面白い。YouTube か。うん、YouTube したいの、私は。え、どうしたらカズくん YouTube してます？夫婦 YouTube するって、タロットで占うと、すごい大金持ちみたいなカードが出たり。え、大金持ちだって世界が喧嘩になるなと思って。なんで？それはあるよね。え、どうして？動画の方向性とか。なんでこれ使ったのとか絶対なるんで、だからもうそれはなしに、一個なしにして、いや、それを前から言ってたんですけど、絶対言うから、確かに3ヶ月後には忘れて言っちゃうから、確かに、やだ。え、じゃあプレでやってみようよ、プレでやってみようよ。3本やろ、3本やろ、3本だけ、うん、そんで2人で、いや、いけんじゃんって言ったら、はい、契約制。え、まだリーナ言ってんだけど、うん、儲かったお金全部あげるよって言ってんの。だから出てって言ってるんだけど、あとブランディングなんだ、あそこは。ありがとう、取ってって、りなちゃん取ってって言ってる。あ、母が帽子を装着、一緒に撮る。この写真、いい写真だったよね、りな撮ってくれたの、上手だった。これめっちゃマジ一生の記念だと思っている。写真はちゃんと撮れてたよね。写真は撮れてた。写真はバッチリ。あ、よかった。食べてほしい。そうだね、リーナちゃん頑張ったよ。これ結局さ、目標にしてた枚数ちゃんと売れたんだよ、ね、売れました。イエーイ。何枚売れましたか？リーナすっごい少ないけど。え、じゃあやめとこう。とりあえず目標は達成されました。ということで、あの本格的なね、初出店、母のキッチンカー大成功でございました。そして家族全員ね、大集合して、ちょっと音がないなって臨場感があるけど、2倍楽しんでね。すいませんでした。 いろんな副音声を楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。すいませんでした。ごめんね。またね。